します。いいですか。はい。はい。あれなんですね。じゃあちょっとその気分とかに合わせて切り替えもできるってことですね。まあ、2月で大体2ですか。すごいな、それでいじるんだな。で、あの Wi-Fi 入れてるんで、はい、Wi-Fi であれなんですけど、あ、今がこれが純正の。で、例えばランボのウルスで、その中でもスポーツモードといろいろ切り替えできるんだ。あ、街乗り、あ、ちょっと静かに控えめですね。あとはバックファイヤーの量とか、あ、調整できるんですね。調整できるんですけど、アイドリング中の音質が変わる。おお、いいっすね。高めの。このクルーズコントロールの 長押しでこれが下だと、あ、変わっていくわけですね。上になるようにあのノーマルが、ノーマル、あー、使い方できるわけですね。いろいろできる。今すごい時代ですね。ね、マフラー変えたら買いっぱなしですけどね、普通はね。あー、すごいな。こういうシステムなんですね。あー、音色までいろいろねカスタマイズできるっていう。なるほど。あ、ありがとうございます。カスタムどうですか。AMGですか。AMGの20インチの、はい、10J のプラス15、10J の、はい、プラス20、ボンボニア8ポット380、ドリルドスリットの、はいはい、ディスプレイで、でリアは30は電子制御ブレーキがあるんで、はい、安全上のため純正に、あ、元々あった、はい、カバーです、はい、キャリパーカバー、安全上なんですね。安全上という話で、はい、ダブルキャリパーにもできるんですけど、はい、そうするとキッチンナンバー入れちゃうと、あ、内側が加工しなきゃいけない。なるほど。アイズスピードの、はい、コンプリートバイク、コンプリートバイク、はい、これもエムズスピードって入っちゃう、はい、でそれをはっきりして、あ、なるほど、前と同じあのブレンボールにはない色にで、後ろは355、で、あとはこだわりといったら、はいはい、さりげなくこのここにメッキが入ったトムスですね。え、形状がすごいですよね。純正でこれ出す、純正っていうか系列で出すのみたいな。これもやり物が、うん、これはアベストですか。アベスト、アベスト。で、これはあのうちのメンバーに、あの、皆さんお知らせです。あと4、5分でビンゴ大会
行いたいと思いますが、これもスキーです。宮野さん、ウィンカーが、これは、子供がドアを開けて、あ、なるほど、ドアを開けるとこうウィンカーがつくように、あ、そういうやってますね。あとはサイドミラーのカバーを変えたのと、はい、純正のこれごと白だったのを黒、これはノア僕用の普通メッキじゃないですか。そうですね。で、ここだけなぜかメッキだったのを白に塗ってもらった。TRD のプロテクターつけて、はい、さりげなくここに、え、 LED を、あ、おー、凝ってるっすね。若いなー。開けたところに、青く光るように。あ、それも全部仕込んであるんですか。あー、さりげなく、それはこれだよ。あ、もしかしてイージープレイ、これができちゃうんですね。このビンゴ大会始めますので、お集まりください。クリスタライン、クリスタライン、すぐに予約開始するかなっていうぐらいで、普通に出てるのは赤しか、はい、赤とブラックとスモークタイプが目指しそうですね。で、アベスト、アベストスモークにしてたんで、あ、で、ワンオフで大阪でバックホームを作って、はい、AB だけですね。はいはい、張り替えですか。ちょっと細かいものになるんですけど、エアフォースの T シャツです。開けると今あれなんですけど、あ、本当だ、いろいろあれもあと、そこにあのブレンドスコットももう作るんですか。Thank you.